高校時代から、まあ、演奏するのがすごい好きで、でまあ何て言うんだろう、他のことができないというか、まあ、多分自分はこれしかできないだろうなと思って、まあ、この道に進むことを、まあ、決意したまでですね。高校当時、まあ、大学までですけれども、まあ、ハードロックのコピーバンドとかやってたんで、まあまあ、バンド名を挙げるとしたら、まあ、ディープパープルとかホワイトスネークとか、あとまあプログレで言ったら UK というバンドがありまして、あとはまあキングクリムゾンとか、セッションミュージシャンとしてはまあやってたんですけれども、とてもじゃないけれども食べていけなくて、アルバイト募集の雑誌とかありますよね、あれを見てゲーム会社に応募したわけです。ゲームのことは全く知らなくて、とにかく自分の作った音で何だろう、生活できればなと思って募集というかしました最初は PC98 っていうのがありまして、それ用のゲームでしたね。本当に音数が少ない感じの音楽で、まあ自分としては、まあ、そういう音楽も聞いたことがなかったので、なんか逆に新鮮でなんか面白いなと思いました。大変だったのは和音がとにかく出せなくって、全部バラバラにしなければいけないんですよ。でもともとキーボーディストだったんで、和音を弾いてしまう癖がついてしまってて、まあ、そこがちょっと苦労したっていう部分ですね。僕が所属していたウルフチームというメーカーがありまして、そこでみんな一緒にゲームを作っていたんですけれども、その方たちが独立して最初に作ったのがスターオーシャンということで、でそのつながりで僕が音楽をやることになりました。自分の素の感じが一番出るかなっていう感じしますね。シンセ使っても大丈夫っていう作品はあまりないので、まあ RPG、まあ、いっぱいありますけれども、なかなかこの宇宙に出てファンタジーで、で SF の要素がいっぱい入ってっていうのもあまりないと思うので、なんかすごい自分に合ってるなと思います。曲にもよりますけれども、まあ、大抵はシナリオと映像をいただける場合には映像を見ながら、大抵はハーモニーとメロディーとかがまあ同時に出てくるような感じですね。まあ、大体文化の違いで、まあ、例えばこう文明的にあまり先進的でないところはやっぱり割と生っぽい楽器を使ったりして、で高度な文明を持っているところは割とシンセといっても、まあデジタル系のシンセを多く使うようにしてます。最初の頃はですね、使えるポリフォニック数も8音だったりとか、音色のもうメモリーがすごい限られてて、でまあその当時は僕は音色も作ってたんで、まあ、すごい大変な思いをしましたね。そう、例えばこの楽曲の中でメロディーとか、多分例えばこの4小節とか、多分そこだけ鳴ってない部分があるとしたら、そこに違う音色をはめてポリフォニック数を稼いでいくというやり方をしてましたね。だからデータを見るとすごい細かいデータになってると思います。例えばオーボエのパートに急にティンパニのプログラムチェンジでティンパニのパートを入れたりとか、そうやって工夫してなるべく8音ポリの中で収まるように作ってました。オリジナルに近いアレンジのものもあるんですけれども、そうストリングスも入れたものもあるっていうんで、幅がすごい広がって、多分ユーザーの方も喜んでいただけるんじゃないかなと思いますね。そうですね、やはり自分はバンド系が好きなので、やっぱ戦闘曲、ボス曲のバンド系全般ですね。やっぱりゲームっていうのはプレイする方が主役だと思うので、なるべくそのプレイの邪魔をしないような感じの音楽を作るのを心がけてますね。作曲方法自体は変わらないですね。ただ最近の音数が多くできるんで、まあ、そこの部分は違うんですけれども、作曲の根っこにある部分のメロディーとかハーモニーという部分は変わらないと思います。とですね、それはよく聞かれるんですけれども、自分で分かんないんですよね。特に意識して作ってるわけでもないですし、まあ、逆に意識しないから出てるのかもしれないですし、それはちょっと自分では分かんないですね。演奏家寄りの音楽を乗せたゲームもちょっとやってみたいなという気がしますね。例えば
ピアノのインプロビゼーションが入ったりとか、まあ、バンド系の音を中心にしたそういったものがあればやってみたいですね。あと、まあ、スターオーシャンに関して言えば、まあ、今後も長く続いていって、その音楽をやらせていただけたら嬉しいなと思ってます。スターオーシャンはですね、すごい幅広い要素が入った非常に楽しい RPG です。音楽も幅がすごく広いので楽しんでもらえると思います。よろしくお願いします。